今日は太陽くんとデルタフォースをやります。はい、ユノジーさんとデルタフォース、よろしくお願いします。まず説明っていうか、もうゲームがさ、これすごいことに2種類あるんだよね、そのゲームの中に。そうあるんです。別ゲーが2個あってみたいな、まあ、1つが、うんうんうん、このハボックウォアフェアっていうやつで、うん、まあ、これはいわゆるチームバトル、なんか60対60ぐらいだよね、うん、30対30かで、戦車もありヘリもあり、もうやばいね。でもう一個のゲームが、なんて説明するのがいいんだろうね、宝探し FPS よね。宝探し FPS ができるんですよ。で、なぜ私たちがこのゲームを攻略しなきゃいけないかというと、あ、そうなんですよね。まずね、ただの案件だったらね、別に攻略じゃなくて遊ぶだけでいいもんね、うん、そう、遊ぶだけでいいんだけど、なぜ攻略しないかというと、デルタフォースの海外イベントがありまして、今月急遽ね、それに行くぞ、急遽私たち日本からは、私と太陽くんで2人で、そう、それに向けて攻略配信、攻略練習配信、あの資料を見せてもらって誰が来るかみたいな、うん、もう海外のビッグネームのいろんなゲームの元プロたちが呼ばれてて、そうなんよ、ここに俺か、頑張るしかね。あとね、うん、太陽くんは私の通訳もしないといけない。そうなんです。普通の通訳でもあるからすごい大変なんよね。私多分本当に英語わかんないから、まあなんとかなるべ。このゲームアーリーアクセスが2024年の今年の10月から12月の間に配信決定してて、はい、日本語版も対応してるらしいんで、うん、日本人でもバンバンプレイできて、今はねまだ英語しかないんだけど、うん、このデルタフォースっていうゲームが Steam Next Fest っていうフェスなのかな、はい、これに10月14から20日、ちょうど1週間か、うん、まあグローバルユーザーがダウンロードプレイ可能になるんで、プレイしてほしいよね。これアタックディフェンダーやるか、とりあえずやろっか。マジでわちゃわちゃ具合がやばいよね。おもろい。スタート。はい、ユノシでした。はいや、もうマッチングも音速と。プレーターは7人。でもなんか全部使い切れてないんだよね。俺デカ。いつもデカでいく。デカ。プレー開始。そう。あとあのちょっとでリコンを打てる。うん。でもめちゃくちゃ、いや、やばい、こっち向いてる戦車、30チケット、あと30キルしたら勝ちだよ。はい、適当にグレ、ナイス。これ初めて勝つんだけど、これ全部ボコ負けしてた。ベストスクワットだよ、うん、え、あ、ナイス。一個の方やるか、ゲームですね。タクティカル、おっと、読めるか、タクティカルタクティカルターモイル。でも名前変わったみたいなこと言ってなかったっけ、ハザードオペレーションっていう名前に変わるらしい。はあ、あとあれなんだよね、マップにさボス出現するんだけど、なんかまだ出会えてないんだよね私たち。ボスに会えてない男たち、ね、ボス倒したいよな男たち。男、ごめんなさい、男。なんか音楽流れてる、こんな音楽ボスもしかして、あ、なんかいる NPC、 ウージーしかない、リアルリアル、どうぞ。え、上強いよ、全然ボス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 、俺の俺のアイテムが、逃げろ逃げろ、ヒロシお前は死ぬんじゃない、ナイス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 、起こしよう起こしよう起こしよう、ボス初めて見た、倒した、この間に漁るわ、人間じゃねえ動きしてると思ったけどはあれじゃない M4 じゃねえかな、多分キーボードとかゴミしか持ってないよ。来い。LED ランプなんて2、待て、いる、めっちゃ。3人3人。絶対プレイヤー。廊下にいます。
ビビ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 はい、三立てありがとうございます。マジ？さらば。シャキーン。おかえり。あ、これ2分間、2分間チルで、これ敵来るかもしれないから。そうだな。海外イベントか。なんか、ゲームやる上で最低限の言葉覚えとかないと。いいんじゃない？いいか。でも、あれだよ。太陽くんがもし、その海外勢と仲良く喋ってたら私、すげえ死んだ顔してるよ。友達作るなってこと？クソメンヘラみたい。私悲しんじゃうよ。日本からは2人です。おかえり。イエーイ。ナイス。あ、すごい、いろんなところ怪我してるかも。ボスのところに、ここのさ、カードキー買ったからさ、見に行ってみたいな。遠いけど、まあ、一回左寄って行くか、うん、スピードです。はい、すぐここ行こう。何があるって、これでもあんまいいもんないな。さ、ノラは、ノラはでも早いから。あ、これ敵ノラ、タプレイヤー、タプレイヤーっぽい音。うん、だって NPC 同士打ち合わないもんね、冷静に。確かに。私いるね。椅子側？うん。強っ！え、強い！ちょっと待って、ワンパンされた。二人。ここいる、上。強すぎる！改めてなんですけれども、はい、僕とユノシーさんはデルタフォースの海外イベントが今月中にあるんですけど、場所はどこかはまだ言えない言えないんですけど、詳細はね、あんま詳しく言えないんですけど、まあ、あるらしくて、それに参加する予定です、はい、日本代表で、日本代表イベントはあの後日動画とかでイベントの様子は上がるので、ぜひぜひそっちも告知します。改めて、こんな、じゃあ今日はユノシーさん、はい、感謝します。ありがとう。ありがとうございます。またやろう。うまく高みで会おう。高みで金持ちになっとくわ。